屋上に降り立つというのは何度やってもドキドキするな。屋上に足音。これから犯罪を起こすという背徳感。Soren Mura invented going to the Polka House at dawn to be able to extract even more important information. He just didn't expect to be surprised by someone else. あるいは敵が待ち伏せしているかもしれないという緊張感。これはこれは手厚い歓迎だ。占い師カバネシンデン、いや篠山ポルカ君、さて教えてもらおうじゃないか。君がどのような組織に関わる人間かを。あんな軟弱なやつと一緒にしないでもらえる？誰？なるほど、そういうことか。まったく彼らも人が悪い。それっぽいことを言ったものの、ここから先はノープランだ。考えろ私。おう、いや。うおー！